こんにちは、仏壇ごとドットコムの高安です。なんだか恒例になってきました。私の犬缶とか仏壇の灰の掃除ですね。またやっていきたいと思います。今日も香炉がいっぱいになっているので、これを掃除していきたいと思います。えっ、ー、と、必要なものは、香炉の,の掃除のものを見ていただければいいと思うんですけど、こういう器にアルミホイルを敷いて、スプーン用意します。で、先行3本香ですね。用意して、えっ、ー、と、ライター用意して、 で、この香ロをまず近くに下ろします。このままだと大変なので。はい、じゃあ、ちょっとーロ掃除します。ということで、下ろしていきます。で、こんな感じで、えっと、香炉の下の方からですね。なるべく下の方から、多くなってきた分の灰を、取っていきます。完全にね、ピッて置かれてるわけじゃないので、 ちょっと難しいんですけど、なんか、こんな感じで私は、っていって、よいしょ。もうただ私が灰を掃除するだけの動画なんですけどね。いつもはいろんな話をするんですけど、よいしょ。このね、灰取るとき、ちょっと毎回なんですけど、緊張するんですよ。 でなぜかというと、ちょっと失敗すると周りにボロボロボロっといっちゃったりとかですね。こぼれるんですね。よいしょ。なんか穴が開いてきましたね。よいしょ。うぅ、よいしょ。そう、中からやってると、ここがちょっと溢れてしまったりするんですね。で、そうすると私はいつも、キッチンペーパーで、ごめんなさいって中に入れます。 なんかね、私いつもこんなことばっかりやってるから、いつも完璧にできてるんですよねって言われるんですけど、しょっちゅう失敗してますね。よいしょ。こんな感じかなもうちょっとかなって感じで、だいたいです。なんか厳密にこれっていうのも決まってないので、よいしょ。だいたいこんぐらいかな。これで1ヶ月持つか持たないかぐらいですね。ちょっと表面鳴らして、みたいな感じ。 最近この灰が柔らかすぎて線香があまり立たないっていうぐらい毎日私はやってるんでしょうね。<laughs> こんな感じでおろしたついでに周りもきれいにして。で、これですね。えっと、最近気づいたんですけど今どこのうちにもアルコールってあるじゃないですか。で、アルコールをこのキッチンペーパーに含ませると この辺、結局油汚れなのであの綺麗に落ちるのでこの灰を掃除する時とかにこっちが前だねこっちが前かよいしょこの綺麗にちょっとアルコールそんなに力いらないのであのアルコールで綺麗に拭いてあげるとなんかいい感じよって思ってしまった <laughs> えーっとコールは足構えが前が一つ で、1回戻します。で、ここ、えっ、ー、と、分けた方の灰に3本、先行を立てて、でこ、今から灰を掃除して、こちらを処分するので、この灰にいらっしゃる神様がいたら、あの線香に移ってくださいっていうことで、手を合わせます。よいしょ。 はい。で、こんな感じで手を合わせて、えっ、ー、と、先行が少し燃えるぐらいまでそのまま放置しておくんですけど、いつもは、あの、だいたいちょっと早めにね、やるんですけど、今日はちょっとじっくり待ってみようかなと思います。で、えっ、ー、と、その時にちょっと、あの、ひぬかんの話をしようと思ってるんですけど、最近問い合わせが多いのが、この、お米、生の米をうちは置いてるんですけど、よいしょ。 この生のお米を置いていないんだけど、何のために生のお米を置いてるのっていう問い合わせが結構なあの数であるんですね。で、これは定期的にやっぱりあの質問があるんですけど、これ、あの、うがんぶとちの時を思い出していただければ分かりやすいと思うんですけど、うがんぶとチの時って手元に瓶子を置くじゃないですか。で、この瓶子に塩、お酒、 えと塩酒お水お米って入っていてその手順の時に自分のビンシらからひぬかんに入れるっていう手順があるんですね。でその時に水酒塩は手元のビンシにあるのにお米が手元のビンシになくてどこに入れるのっていう疑問にならないのかなと思っていて。で えっと、中にはちょっといろいろ調べてみたら塩とお米は香炉の中に入れるっていう人もいるんですよ。でそれが合ってるか間違ってるかっていうのは正直誰にも分からないのでそこにはコメントしないんですけど、えっと、私はこの,あのお米は外に置いた方がいいよっていう道理の方が私の中でしっくりきたのであの置いてます。で時々この絹缶のこのャーギですね。 鼻鼻ですね木ちょっと見えにくいねこの「鼻なき」が2つあるところがあるらしいんですけどこれも、えっと、本来は1つのはずなんですよでなぜ2つになったのかはわからないんですけどこれを1つにしていいねっていう問い合わせもなんか定期的にやっていきますこれも1つにしていいと思います で、その時も、ヒぬかんに今までこうやって2つあったんだけど、ヒぬかんには1つっていうのをあのみんな見て、仏教は2つなんですよね。だから仏壇は全部ついで2つ、お茶とかも2つ、あのお水とお酒は1つですけど、花池も2つあってっていうついが基本なんですけど、ヒぬかんに関しては1、1個が基本で、何かお供え物をするとか専攻っていうのは3が基本になってくるので、えっと、これで 一個でいいんじゃないかなと思っていて、一個に私だったらすると思います。で、あれちょっと持ってきましょうね。花池に、私はいつも茶儀なんですけど、この三本。三本をお供えしてます。で、一本やってるよっていう人もいるんですけど、基本は三本ですね。で、これ、あの別に茶儀じゃなくて、黒トンとか。えー、っと、黒木はちょっと葉っぱが落ちやすいかな。で、ヒヌカンの場合はもうね、こうやってヒヌカン、 あの説明してちょっと目についたらすぐその場で拭いたらいいですね <laughs> そしたらいつも綺麗なだはずであのそうこんな感じでやっていきますでお塩あってお水あってお水は私いつも変えてますでお酒に関してはお酒は今はまだ大丈夫ですけどもちょっと少なくなったらあの足してますねお酒はでお米はもう1日15日にしか買えません塩も1日15日にしか買えません でチャーギも1日5日にしか買えないで。私は下にアルミホイルを敷いてあるんですけど、これはあの掃除しやすいようにです、単純に。で、あのこれはいつ買えるのってよく言われるんですけど、だいたい汚れたなって思ったら買えてるので、だいたい月に1回ぐらいかもしれないですね。で、こんな感じで、ひぬんってできてるので、あとひぬ缶の向き、私の場合はこっちが手前がキッチン。 このコンロがあって、こっち側がヒぬカンなんですけど、ちょうどここのスペースがあったので、ヒヌカン置けるんですね。だけど、ここにスペースがないお家とかあるじゃないですか。で、どうしてるんだろうって言ったら、こっちになんかあのステンレスの上に、上側にステンレスのやつやってるっていう人もいるんですけど、料理の時、ね、上にちょっと厳しいよなとかっていうのがあると思うので、あのそれはもうお家の状況に合わせて、 どこ側に置くのかっていうのはちょっと考えないといけないかなと思います。ただ沖縄のお家賃貸も含めて、犬缶を置くっていうのを意識してるところがやっぱり多いので、置けるところ結構あるんじゃないかな。古い建物だったらちょっとないかもしれない。新しいところでも結構犬缶を置ける場所っていうのは、あのスペース確保されてるなと賃貸見てて思うので、そんな感じです。ということで、まだ半分も燃えてないんですけど、 あのいつもね、こ,のこれ、燃えるまで待つんですけど、大体まあ、うん、せめて3センチぐらいは燃えててねっていつも言うんですけど、これで、まあえー、とここに、灰を今もう、また同じこと言います、ここに処分するので、あのいらっしゃる神様がいたら、こちらにあの移ってください、今から香炉に線香を移しますっていうことで、この線香、これ、あの灰、落ちても OK です。 ここにしし直しますそうすると手前の,あのアルミホイルに包まれた灰はただの灰向こうに神様がいるっていうことで香炉の掃除完了ですねであとはもうこれ燃えるまで待つだけなのであのそのままですで私はこのアルミホイルをこうやってこれ熱かったらちょっと置いててくださいね。っってやってやこんな感じで 燃え,ないあ燃えるゴミにそのまま捨てます。で、ここにまた次のためのアルミホイルを敷いて、次の準備をして終わりです。ちなみにこのスプーンは灰専用のスプーンをいつも準備してあって仏壇の下に置いてあります。ということで、えっ、ー、と、今日も灰の掃除をしてみました。今日はただの雑談なんですけどね。<laughs> はい、今日もありがとうございました。